まるさんホビー動画チャンネル2月28日新製品再入荷品のご紹介です、えー、やっと入ってきました注目の新製品の、えー、世界選手権にもあのー、登場している、えー、輸入品のあのー えーと超高級品ですねあの、これが最新鋭の電動通入カーの最速、えー、を形にすると、もうこの形になると言われている X-Ray、X-4 の、えー、と2024年、えー、モデルのカーボンエディションですね、あのー、なかなか見る機会がな,な,ないものがやっと入ってきました、その他あのドローンとかあの、えー、最近やっぱり一部ですごい盛り上がりがあるタイプの F1 の、えー、コンバージョンキット、パーツ、あとはミニツレーサーの。えー ザナビーの GTR のボディなんかも入ってまいりました順番にご説明します えまず見る機会があまりない X4 の,の、えー、とツーリングカーのタイプになりますね。あの箱が驚くほど少ない小さいんですけれども、ボディが入ってないキットの,あのレース用のために、えー、このようなサイズになってます。で、あのメーカーのホームページ見ても、よく情報がよくわからない、やっぱソフト面がちょっとあの伝えきれないところがありますんで、あのエキスパートの実際お金出して買った人がしか見られないようなキットなんですね。ですから通常のあの一般の えーとラジコンのファンの人なんかですと、あのサーキット上であの怖いおじさんちがやってるすごい速い車がこういうやつの代表名詞になりますえで。中をちょっとご覧に入れますね。なかなか機会がないもんですから。え先日の動画でも、あのー、内容等を詳しく、あのー、ご説明したもんですから、そちらも参照してください。で実際に箱を開けると、このようになってます。えーっと 外国製のタイプなもんですから、あの説明書がすごく、えー、とそれでもあの分かりやすい、あのー、写真入りのタイプでになっていますで。それプラス、あのー、日本の代理店のセンタールラジコンサービスがあのこのように和文の説明書もくっつけますので、これで通常のタイプはあの組み立てはできるようになっていますで。あとはステッカーとでこちらのモデルはですね、あのー まずカーボンシャーシになります。で、あと、別にあの同じシャーシであのアルミのシャーシっていうのもあります。で、あとはあのその走る場所にとかもよりますけれども、通常はこのカーボンのタイプがすごくあの多いんですね。で、あのー、すごい、やっぱり凝ったカットとかをしてまして、あのー、えっ、ー、とですね。あの品質ですね。まずカーボンのえっ、ー、とあのー、材質で。あと、あのこのカーボンにフライスの加工をしてやって。あのー、えっ、ー、と重心をなるだけ。もう低重心低重心でやってる車になりますね。で、あとは。 えーとこれらがすごい細かいネジで、やっぱりあのスロバキア製だけあって、ヨーロッパの車だけあって、ですねじ、あのーえー、と,とか金属類なんかがあのすごく品質が高いものを使ってます。細かいところまで言ってますね。で、この車のですね、えー、っと特徴だと、ですねあのものすごくコストがかかってるんですね。で、えっと、一番こうコストがかかってるようなところだと、さす周りがすごく凝ってます。はい 順番にご説明すると、これはあの、小ぶりになってますけれども、こういうふうにサスアームはですね、カーボンとプラスチックと融合してます、ね。 これ、ものすごくあのコストがかかっている状態で、この以前の問題は、モデルはこれがストレートにこうなっててですね、で、なぜこの湾曲になっているかっていうと、あの、前回の,あの動画のところもあの説明したんですけれども、とにかく低重心で作るために、あの、サスペンションの動きを、あの、えっ、ー、と、一番最優先にすると、どうしてもサスシームがあの干渉してしまうんですね。それを避けるために、この湾曲をしてありますんで、これ一つ取ってしても、すごく、あの、コストがかかっています。えー、価格は高いんですけれども、あの、やっぱりその、 えー、品質と精度っていうのはもうあの群を抜いてやっぱり世界選手権とか戦うだけの,あの車っていう感じはしますね。でナックルとかそういうのも、えー、もう実際こちらで走らせてる方もいますけれども非常に剛性が高くてまあ,あと、えー、とほとんど壊れてないのが現状ですねよくできてますすごく。でこれらがカーボンのダンパーステイボディマウントとかになりますけれども、えー、と非常にあの、えー、とコンパクトにあの必要なものだけをまとめてますんでえっ、ー、と こういういのですねなかなか見る機会がないものですから、あの、箱を開けて開封動画って、まずあまりご覧になったことない人が多いんですけれども、このような感じになってます。決して作りにくくはないんですけれどもね。で、これが、えー、プラスチックの、えー、っとですね、この白いのがダンパーピストンのところの部品で、えー、品質もいいものを使ってますね。で、あとは、これらが、えー、っと、オイルダンパーのパーツになります。 もちろんあのダンパーケースは金属でこの辺がプラスチックの剛性が高いので作ってありますね。で、これがカーボン系のフレーム周りのパーツとハンドルのサーボセーバーとかになりますね。このように。やっぱりツーリングカーのえっ、ー、と最先端だけあって部品はすごくシンプルにできてます。この辺はちょっと作ってみないと分かりづらいんですけど、これがリアの。 サスアームでこのようにプラスチックの後ろ側で、前はこのようにカーボンが埋め込まれているような感じで、積層でもちゃんと作ってますんで、この辺はものすごくコストがかかってます。このサスアームのえっ、ーと,えー、と前回の動画でもご説明しましたけど、このサスアームだけでも試行錯誤でも何十種類って作っていて、実装工をして詰,て詰めて詰めて詰めて作った形がこの形になりますですから。あのー。 えと通常のツーリングカーのハイエンドからまた1本頭を抜け出したような感じの,あのコーナーリング性能になっているというふうにあの言われてますね。でこれがベルトのタイプとバルクヘッド、えー、こういうモー、えー、とデフケースと、えー、バルクヘッドとかの周りになってますね。モーターマウントはこのちょっと見にくいんですけど金属のタイプで非常に高さが低くなってますね。 で当然、ベアリングも質の高いあのラバーシールのベアリングになってますね、このタイプですね。でこれがの、えー、っと5000と300、オールダンパーのオイルが350で、デフギアの、えー、っとグリスが5000番を使うようになってますね。あとグリス、えー、金属パーツはグリスがついてます。こちらは、えー、っとフロントの、えー、っとスプールですね、直結のデフになります。 でコーナーリングの要のこれがあの後ろのギアデフになります、えっと、非常にあの精度が高いタイプで作ってますねあの品質もいいものでちゃんとパッキンもちゃんときっちりついていて、えー、とこのようになってますんであのできたらあのちゃんときっちりした工具で作った方がやっぱり歪みとかでなくていいと思いますですからヒューディーの工具とかがやっぱ当然自分ちの,あの会社だもんですからあの推奨してますねこのように。 でこれが、えー、とウレタンバンパーですね。で、これがダンパースプリングですけど、驚くくらい短いんですね。あの低重心化するためにあの短いタイプで、それで気のもあの、えー、と追求してますんであの、短いんですけれども、少しボアアップで、少しあのあの径が大きいんですけれども、とにかくあの低く低く低く抑えるタイプになってます。で、2.4でもやっぱりアンテナパイプはついてますね。部品的にはこのような感じになりますんで、あのえっ、ー、と、 あととちょっと説明書を見てあのご説説明明します、えー、と説明書はこのようになってます。これが原文の説明書になりますね。で、あの写真の絵がすごく分かりやすくなってます。で、まず最初に、組み立ての工具で必要なのはとあのこういう感じで、あの特にあの難しいところはないんですけれども、普通の電動カー作ったことがある人でしたらあの大丈夫な工具なんですけど、できたらあの組み立てにあのこの、 ヒューディのこのペンチですね。これであのピロボールとかを入れたりとかあのダンパーのシャフトをこう傷つけないように締めたりとかしてこれがあればあのすごく綺麗によりできますでその,あのほとんどあとは 2mm のレンチとかを使うんですからその辺は同じものを使いますねで、えー、と通常の工具と,、えー、とできなくはないんですけどせっかくの高級車を傷つけたくないんでこういう工具は必要だと思いますああとはあの えとこういう通常の,あの電動通カーに使うタイプで、えー、2.4の、えー、サーバーができたらロープロサーボがおすすめでブラシレスでその辺はあと,、えー、とあのタン数はちょっとお好みになりますねそれに合わせてギア比が決まってきますのでタイヤホイールとかは別になりますで、えー、と組み立てはですねカーボンシャーシであのこれだと 瞬間接着剤で塗りななさいいっっててう感じにますカーボンシャーシあは繊維なものですから雑にこうやるとですねこの端が布が出てきてしまうような感じになりますのでできたらこの人によってなんですけどやり方の一つとしては何かしらの洗面器みたいなやつに石鹸水を作っといてこれを沈めながら中で研ぐと粉も飛ばないですしきれいにできます。でとにかくそれを滑らかにするっていうことがあります。あとととはですねここうういろもちゃん えとこういうカーボンの手であの穴加工してあるもんでザラザラになってるもんでここも,ここもあの、えー、と瞬間接着剤で埋めるんじゃないんですよあの表面をあの、えー、と滑らかにするような感じで膜を作るような感じにします。で このようになっていて、こっちはあのリアのボールデフの組み立てですね。この絵の通りで全然困んないですね。で、これがフロントの直結になります。直結ってのはもうそのままあの前輪側に持ってきて、あの教えが滑っても前がかじるもんで速くなりますね。今はこの後ろがギアデフ前があの直結っていうのがすごくあの多いんですね。で、このように組み立てていきます。 部品部品の精度がすごく高いものですからあのそんなにあの困らないと思います。で外国製品の手で特にこういう高品質なものだとあのすごくあのへーって思うところどころありますで。部品の愛なんかもそうなんですけれども例えばデフのオイル入れるのもメーカー国産なんかだと大体みたいな感じで書いてありますけど重さで測ってこうやって見なさいっていうふうに書いてあるんですね。ここら辺もすすすすごごくあの、えー、とその曖昧なセッティングはもう数値化されれてますねねはすごいです、ね、で こちらのえっ、ー、とギアデフを入れて組み立てていますね。作りにくいところはないですえ、この通りでいいんですね。これがその噂のサスアームであの前後ろとかありますけれども、このようになっていて、これはあのえっ、ー、と。このキットはこのカーボンのタイプですけど、えっ、ー、とアルミシャーシっていうのもあります。ただ、日本国内でやるにはカーボンシャーシの方がすごく多いですね。で。 サスアームですねこのサスアームはものすごくよくできてますんであのぜひこのピロボールを入れる時にこの,あのヒューディーのペンチがあればあのポンとあの入りますんで決してラジオペンチで乱暴に入れたくはない場所になりますあのこのサスアームすごい高いですからあの走行でぶつかってクラッシュして壊れたのは、まあ、ほとんどないくらいの強度がありますやっぱりこういうふうに絵でこれ使うっていうとやっぱこれは欲しいとこだなっていう風に思っちゃいますねこのようになりますですからこのように作っていきますんで えー、もうこれを、えー、との工具を、えー、とやるタイプの前提みたいな組み立てキットになってますねでこのように作ってこの辺は時間かけてちゃんとスムーズに動くようにしますでこのようにして、えー、とフレームにつけますねとロアアーム下のアームがつきますのででこれがバルクヘッドのところの部品で、えー、とベルトの通り道ですねこのように取り付けます冷蔵庫なもんですからすごくあの、えー、と部品が少ないもんですから一つ一つを確実に作っていきます これがセットの仕方ですねでこれがスパーギアになりますねいろんなギア比ができますけどパワーソースによってモーターとかあのバッテリーとかによって違ってきますでこちらの方が、えー メインシャーシのとこに、このステフがカーボン、えー、金属のあの強度を出すためにあのこうやってつけますけど、あの何もなければあの柔らかく置きますし、あのこの位置、この位置、この位置ってやっていくとどんどんハードになってくるんですね。これの締め込みでネジの大きさとか締め込み方であの変わるっていうのは、あのシャーシの特性を変えてますね。この辺は優れた設計です。で、これがアッパー,アームのとこですね。あ、これダンパー製のあのえっ、ー、とステーですね。で、このように。 作ってますこの辺は金属系を作ってきますのでその絵の通りで大丈夫です。で,でここが、えー、とこのように作ってきますね。前後ろがありますんで。でこれがアッパーデッキですね上のフレームでこのようになってますんでこれが一応一通りの絵内になります。で実際の、えー、と手はこのように作っていきますんで。えーと この辺なんかもハンドルの周りももう一切遊びがないようなところですからえっ、ー、とじっくり作っていきますですからこういうところもあのペンチ中で乱暴にあるんじゃなくてやっぱこういうものを使ってあのポンとはめるってしたいところですねここういういとこでサーボセーバーがこの辺はもうあまりどこのメーカーも変わらないんですけどこういうタイプになってハイトルクサーボセーバーみたいな感じでなってますねで別売りであの本当にレースに特化してサーボの寿命を考えなければこういう金属の,の のでダイレクトでやるやるりり方もありますけど通常はやっぱセーバー系がないとサーボにもう無理がかかって壊れちゃいますから、まあ、こういうやり方もあるってことですね。でこれがサーボのタイプで、えーとえー、とこのように、えー、と完成したサーボセーバーをつけて組み立てに入ります。でここがあの優れてる特徴の一つでシャーシに対してアッパーデッキは前後ろつながっていてあのちょっと分かりづらいかもしれませんけどこのようにネジがこう止まるようになってくるんですね。であのこのようにネジが本本とか3本 4本っていうとこっちがソフトでこっちがハードになってきますそうすると路面状態においてシャーシの特性を変えることができるんですね今の車っていうのはあのシャーシの幅はすごい狭いもんですからあのロールもあの生かさなきゃいけないコースもあるんですねただ硬くすればいいってもんじゃないもんですから路面によってカーペット路面アスファルト路面とかありますんでそれでこのシャーシの強さを変えることができるっていうのはあのすごい利点ですね非常にコンパクトにはまとまってますでこっちはえっ、ー、とあのサスペンションのえっ、ー、と一体的な図でで こちらですね。で、えっ、ー、とユニバーサルをこうつけます。で、これがフロントの前側のシャフトになります。で、このシャフトユニバーサルが、あのやっぱりこのメーカーは工作精度とあと金属のたあの質がすごい高いもんですから、あのえっ、ー、と普通のメーカーじゃちょっと加工ができないようなもので作ってあります。またそれはごあの説明しますけど、このように作っていきますね。組み立て自体はあのスムーズにできますね。で、このようにアッパーデッキをつけて、えっ、ー、とつけていきますね。 で前後ろのサ,サスペンションの上の腕をつけていってやっぱりこのペンチはやっぱ必要かなって感じしますねでこれをつけて後々、えー、調整しますからこれあくまでもスタートのポジションの,あの寸法と思ってくださいでこのようにして組んでいきますこれスタビライザーですねこの辺はお好みがありますねスタビライザーはでそのように作ってますスタビライザーもセッティングの一つで積極的に使う人もいますしあの4輪バラバラで動いた方がいいやっていう人もいるもんですその辺はセットのお好みになりますね でこれがこの,あの,この車の、えー、とサスペンションの,あの肝でこののダンパーものすごくよくできてますあのすごく短いんですけれどもあのボアって、ね、直径が広くなっていてスプリングはこの短いタイプで効かせるためにあの、えー、と中の油の容量を増やすために、えー、毛を太くするしかないんですねで今まではそれが妥協点であのついてたんですけどその妥協をなくすためにあの少し変形のサスアームが誕生したということですねでこのようにダンパーのタイプになってますねで えとそうですね外人の人はよく分かりやすいのでこんなペンチで乱暴にシャフトをつくあの、えー、まんじゃダメだぞっていう感じであのバッテンしてありますけどつまむんだったらこのツルツルのとこじゃなくてネジのギリギリのとこでやりなさいっていう意味合い,いですねたださっきのペンチだとあの傷つけないでできますからやっぱりこれ作る時は必要かなって感じがしますでこのようにダイヤフラムですけれども一般的な使い方であの作り方で非常にスムーズに動くようになってますでこっちがバンパーとかのタイプで ます、ね、でこの辺は、まあえー、とダンパーをつけてあと,、あのーえー、とオイルの組み立てオイルダンパーの取り付けになりますね。でちょっと元に戻るような感じになっちゃいますけど、えー、と説明があって、えーとですね、このユニバーサルなんですけれどもあのさっきちょっと絵があまり出てなかったのであれですけどバラ、えー、してみるとわかるんですけれどもこれあの、えー、とネジで止めてないんですね,でね。その代わりピンを入れて、あのー 加工をきっちり溝を通ってあるのでこれをはめるだけでちゃんと抜けないようになってますこの辺はもうちょっとやっぱ他のメーカーが精度がもうすぐこれこれこ、えー、お金がかかってるあの精度の高いもんじゃないとできないんですねこれはすごいなと思いました今までこういうネジを止めないっていうのはあの見たことがないんで工作精度はよほどあの、えー、と上の方のクラスじゃないとできないということですねであとはあのこれで組車はできてるんですけどメカ積みになりますね、まあ、メカはもうできたらあのさあ,あの サーボはロープロサーボのあの、もうハイエンドのやつを使うタイプになりますね。で、このようにつけて。あとは、まあ、えっ、ー、と、受信機アンプですね。で、ブラシレスの手で、できれば、あの、最短で、あの、コードは、あの、ハンダ付けできっちり作りたいところですね。で、この場合だともう、えっ、ー、と、リポバッテリーが前提で、あの、角型のバッテリーになります。ですから、まあ、横物六千あたり、あたりが、の、一番、えっ、ー、と、性能と、あの、バランス的にはいいと思いますね。 で、このように作っていて、このサスペンションのボディストップシステムですね、このように、えー、とボディをこうあの干渉しないような風になったりとか、もう走行のことをもう本当に細かくやってますんで、あのやっぱりこの辺はちょっと作ってみないとわからないんですけれども、あのちょっと,、えー、と文がちょっとわからないというときは、そのさっきのセントラルのちゃんと適材の、あのもう、 えとご説明がちゃんと日本語でありますんで合わせて読んでいただければあの割とあの、まあ、楽ってわけけじゃなないいんですすすど作りりやすいキットになりますこのように X-ray の、えー、X4 の,の最新型の電動ツリグカーというのはこういう世界になりますんであの、えー、ともう素組みで作って走らせて、えー、ハンドル切った瞬間からもう速いっていうのが形になったのがこの車の特徴になります。 え再入荷品の、えー、この中では新製品になりますあの g f o r c e のラッシェロですね 80g、えー、と80っていうことで 100g の法律内に全然引っかかりませんのでどこでもできますけれどもあの周りの環境は気をつけて焼くようになってあのば番の特徴はブラシレスのモーターがついてますんでハイパワーであのへこたれないあの今運動性っていうのはあの一番いいあの小,型ヘリあの小型ドローンの中ではあの注目のナンバーワンだったりします。で こちらはあのディライトですね。これは U99 というくらいで 100g いっぱいいっぱいの、えー、とドローンで今一番数が出てます。であのえーとまあ、長く遊びたいっていう人が多いもんですからあのバッテリーが2つ付いて,てえて、ー、と,と,とにかくドローン少しやってみたいなという人には一番あのおすすめのドローンのセットです。 でこちらはヘリですけれども BO105 ですねあの発売から1年過ぎてますけど未だにあの安定してあの評判がいいヘリコプターでもう空飛ぶヘリコプ,あのプラモデルみたいな感じでできてますんでこれもセットで、えー、非常に人気のあるヘリコプターです。 え続きましてこちらがミーツの新製品の、えー、ザナビ GTR ですねあの、えー、やっぱり評判が良かったもんですから、えー、昔のタイプをあのさらにスーパーアップして、えー、非常にもうディスプレイモデルと同じくらいの、えー、もうすごく綺麗になって最初の頃から見ると、えー、ステッカーとかあと特に表面処理ですねあの ガンメタと赤いタイプが、も昔はもうちょっと色がはっきりしなかったようなイメージがあるんですけれども、非常に綺麗になってますね。これは一番おすすめのミニッツのスペアボディ、オートスケールになってます。あの2リンク同様の、えー、とワイドの MM 用になってますんであの、そちらの方のものにボルトンでつきます。であと、それ用の、えー、と塗装したい人はこういうふうにホワイトボディですね。で後であとで、うん、ボディに合わせて困らないように、中にホイールもついてますんであの、自分の好きなようにモデファイスでやることができます。 えー、今あの、こちらも再入荷で、前の ZFC011 フューチャーですね、F103 ベースの,あのコンバージョンキットになってますけれども、これは以前動画で詳しくあの、えー、と上げてますので、詳細はそちらの方を参考にしてください。もしこれであの一番多い質問が、これにあの別に何が必要っていうと、シャーシ周りは、この一緒に入ってきましたけど、こういうフロントの周りのサスペンションセットとか、あと後ろ周りあの集めの大変でしたら、こういうリア周りのセットとか、あとは、あの 後ろのののイールダンパーーででですす。ね。これがシャーシャ方で主なものですタイヤボディホイールは別になりますから、ボディはあはちゃんとこういう前路とかであのいろんなボディも出てます。ちょっとお上でステッカーはないんですけれどもあの、そのままぴったり入るようになってますね。いやまあ、結構、F1、えー、と近々あの、実物の F1 もあの開催されますんであの注目度が増えてますね。これは変わったもので、X-Ray の F1 のサイドスプリングですね、ソフトからハードまでいろいろ入ってまいりました。こういうのも扱ってます。で 前っていうと、もう F1 が今命みたいなところあるもんで、あのこれがあのカーボンメインシャーシで F103 と同じえものがボルトオンであのネジ穴ができますんで、今、タミヤさんのはカーボン作ってませんから、これでやると、もう走りが見違えるくらいあのアップしますんで、こちらの方であで103ベースで作るあの方式と、先ほどのフューチャーで後ろ回りがあのダイレクトカーと同じようなタイプで、さらにコーナリング性能を上げたタイプと、2通り選べるようになってます。で、このようにリアウィングとか、 も入ってますし、フロントウィングなんかも入ってます。あの一通りの全のパーツはほとんど入れてありますので、ですから完成のオメガのタイヤも前後ろとかも入ってますし、これはもうそのままボルトンでできますので、非常に一番売れてて、F1 のスポインタイヤで性能が一番いいったもうえっと全のオメガがもう合言葉みたいになってますので、こちらになってますね。で、汎用でこれが、えっと、ファイバーテープで、あのー ボディの修理とかでもシューグっても、あのー、定番になってますからさらにこれを強化したりとかする時はこの熱湯を合わせて塗るとすごくいいですね。でこれが汎用デタミアの 3×6 スチールフランジビスこういうふうにガッチリつけるところも、まあ、必要なところに使います。でこちらも、えーと えーとミーツのエボ,エボの MR0 用のハードフロントサスペンションアームも入ってまいりました。これも注目の、えー、と新製品で速くなるという意味も合成が上がるものですからサスペンションがよりスムーズに多くなりますのでもう必要な部品になってますね。本日はこのように、えー、新製品あの、再入荷品注目の,あの高い商品なんかが入ってまいりましたんであのでアップしました。 えっと、またこういうのがあの、わかりましたら、すぐ、あの、えっ、ー、と、動画アップしますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。合わせて、マルサホビーでは、あの、自社サイト、ヤフーショッピング、アマゾン等で通信販売も承ってますので。そちらのご用命も、お待ちしてます。いつもご清聴ありがとうございます。